ニュースピックス編集部の木嵐棚です今週からこの時間はニュースピックスナウをお届けします新型コロナウイルスによって世界のパラダイムが大きく変化していますそこで 取材を通じて見つけた今知るべきテーマをピックアップ皆様の質問に答えるライブ Q&A の番組としてお届けしていきます初回のテーマはこちら新型コロナを収束させるための最重要トピック免疫です免疫は体の防衛システムです多くの人が新型コロナに対する免疫を持てばこのウイルスに怯える必要はなくなります そしてこの混乱も収束させることができますしかしこの免疫の仕組みはとても複雑で研究者でも嫌いする人がいると言われるほどの分野なんですそこで本日は専門家をお招きしましたそれではシリコンバレーの中心地にあるスタンフォード大学で免疫学を研究するニーズマー・コータさんとサンフランシスコ支局の後藤市局長ですお二人よろしくお願いします よろしくお願いします。よろしくお願いします。え後藤さんえ、新妻さんにはえ今日ニュースピックスで掲載した記事もえ監修していただいたんですよね。そうですね。あの免疫っていうのはですね、もう医学を学んでる人でも逃げ出すぐらい難しい分野と言われています。はい、そこをですね、今 YouTube で免疫をもう子供から大人まで全員に分かってもらうためのコンテンツも配信してですね、専門家の新妻さんにですね、あの簡単だけども本質がピタッとわかる。 そういったコンテンツを今日掲載、監修いただきました。はい、新妻さん、改めましてありがとうございます。本日の記事をご覧になっている方もいらっしゃると思いますが、はい、ご覧になっていらっしゃらない方もいるかと思いますので、Q&A 質問のコーナーに移る前にですね、ごく簡単にこの免疫、これは一体何なのかという、この超基礎的な部分をですね、改めて新妻さんにおさらいしていただきたいと思います。それではサンフランシスコの新妻さん、そして後藤さん、改めましてよろしくお願いします。 よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしたら新津さん、はい、あのこのですね、もう医者も逃げちゃう免疫、もうみんな大嫌い、もう難しいから、ズバリこれ免疫っていうのはそもそも何なんでしょうか。はい、えっと免疫っていうものはですね、あの漢字二文字で免疫とし表現されてるんですが、この順番を逆にしてみると理解しやすいです。えー、そうすると液を免れるという読み方ができます。うんうん、なるほど。はい 息というのは病気のこと免れるというのは逃げるということですね。まあつまりその免疫というのは体を守る防衛システムのことを指します。もし僕に体に免疫がなかったらどうなるんですか。あっという間に空気中にある、えー、ウイルスや細菌に感染されて命を落としてしまう可能性が高いですね。このカビタリンゴみたいになっちゃうんですね。僕は。まあもう本当になってしまうと思います。うん、なるほど。えっと。これウイルスが僕らの体にどう入ってくるかっていう図だと思うんですが、水野さんこれ。はい コロナ例えば、どういうふうに入ってくるんでしょうかはいえっとですねウイルスの一つの大事な特徴がえ、自分では増殖することができないということなんですね。なので、私たちの細胞の中にえ潜入することで、細胞のシステムを利用して自分を増やすというのが大きな特徴になります。はいえっと、続いてこちら、二段構造というふうに出てますね。はい こちらは、えっと、自然免疫と、えー、獲得免疫が、えー、書いてありますが、これ、それぞれ、えっと、どういったものなんでしょうか。はい、いよいよ免疫とは何かというものに入っていくんですが、えー、免疫というのは2つの、えー、二段構造になっています。<は>病原体、ウイルス、細菌、真菌、寄生虫が体の中に入ってきたときに、まず最初に直ちに迎え撃つのが自然免疫というシステムです。ほうほう一方で獲得免疫はその情報を集めて 相手にスペシャルな特異的な攻撃をするものが獲得免疫2段目にななりますなるほど、これ、えっと、獲得免疫、えっと、自然免疫はウイルスが入ってきてから大体いいどれぐらいでこう出動するものなんですかそうですねもう早いものではもう本当に分単位で、えー、反応が起きますなるほど、えっと、そして、えっと、その分単位で自然免疫が出ていて獲得免疫というのはごめんなさい、えっと、もうちょっと詳しく何をする、えっと、免疫なんでしょうか。 そうですね自然免疫というのはとりあえず悪そうなものがいたらまずこう攻撃してみる,でる一方で獲得免疫というものはあこういう特徴の敵が来たからこういう戦い方をしよう,こうスペシャルなこう戦術を持って戦うとでその情報を集めるために時間がかかってしまうということですねなるほど分かりましたありがとうございますえ続いてこちら、えっと、その自然免疫にも、えっと、先ほどの、ね、絵でもありましたが2種類あるんですかね えっとですね、自然免疫、たくさんの細胞がいるんですが、今回は2つの二種類の細胞をピックアップしましたこれが代表的な2つということですね。はいまず、マクロファージュなんですが、これは入ってきた敵をむしゃむしゃ食べてしまう、で一方で、樹状細胞の方は、どんな敵が入ってきたかというものを、次の獲得免疫系に情報を伝える役目を持っていますなるほど、獲得免疫に、えっと、この樹状、えっと、細胞ですかね、これが伝えていくと、はい、なるほど、分かりました。 続いて獲得免疫ですね、はい、そうここ僕のねすごい聞きたいパートなんですよ。これ最近話題になってるのはこの T 細胞、この入ってきたウイルスでをやっつけてくる一番強い細胞ですよね、これ。そうですね、これは、えーと獲得えー、感染した、えー、細胞を殺す役割というふうに書いてありますけど、それぞれこれ T 細胞と B 細胞っていうのはどう違うものなんですか、はい そうですね、えっと、2つとも、えー、獲得免疫なので、その敵に応じた戦術で戦うんですけれども、キラキー、T、細胞に関しては、感染した細胞にもう接近して、直接こう、もう刺し殺すようなイメージ、ー一方で、B 細胞の方は遠隔から飛び道具を使って、抗体という武器を使って敵を倒すイメージですねなる,なるほど、なるほど。これがまあ協力してウイルスを撃退するということですよね。 なるほど,なるほど、えー、接近戦と遠距離戦があるということでしたねはいこれがえー、っと2回目の方が、えー、2回目の戦いでは人間の体はこう勝ちやすいウイ,たたウイルスをたたき出しやすいという図ですねこれ水場さん、はい、獲得免疫の特徴は一度戦った相手を覚える免疫記憶というものなんですねつまりうん、うん、1回目で戦いが終わった後に 2>, 2回目、同じ敵が入ってくると、より効率的に素早く、えー、今回この図は抗体の量を示していますが、たくさんの抗体を出すことができる、だからこそ2回目はかからなかったり、軽症で済んだりするわけですな,るなるほど、2回目だと,、えー、と抗体の濃度が上がるということですね、ありがとうございますより早く効率的に上がります。なるほどさあ、これ、みんなが聞きたいきょうキーワードの一つ、ワクチンですね。 これワクチンというのはそもそもどんな働きをするのかという図ですね、はい、キーワードは免疫記憶で、ワクチンというものは、先にこうウイルスの成分だったり、弱らせたウイルスをあえて体に打ち込むことでこう戦い、本番の戦いの前に横行演習をして記憶を植え付けるというのがワクチンのコンセプトになりますつまり、本番の前に一回シミュレーションしちうということですか、敵との戦いを。本がこう来るぞと というのののを教えてあげるのがワクチンのやり方ですねずるいですね、これ。例えば、桶狭間の戦いみたいなのがあるとして、ちょっと今日先に桶狭間、予行練習しておこうか、信長来るよ、つって、一回練習しておくと、本番で勝てちゃうみたいな、そう、ちょっとずるい話ですよね。そうなんです。ただ、これがあることによって、私たち人類はここまで反映してきた歴史がありますなるほど、ほど大事ですね、これ。はい、リアリティのある訓練を事前にやることができるっていうのが、ワクチンなわけですね。 ありがとうございます。うん、はいえっとこちらではえっとマルトバツえっと有効なワクチンがあるものとえっとないものがありますよね。これはえっと聞、はい,いったことなんでしょうか。そうですね。まあ最近ウイルス世の中にはものすごい種類があるんですが、左側にあるものがすで、えー、にワクチンができているものの例です。特に天然痘なんかはもう世界から撲滅することができたと言われています。ほうほうほう。これはワクチンの力で。はい。一回。 そうなんです。で、一方で右側まだワクチンが存在しない。会社感染症たちえ。もちろん今回の新型コロナウイルスもそうですし、同じコロナウイルスにカテゴライズされるサーズマーズなどもまだワクチンが存在しない状態です。なるほど、まだ存在しない病気のうちに含まれてますね。ありがとうございます。続いて作る。これがですね。そうですね。ワクチンの作り方、僕も実は全く知らなかったんですけど、衝撃的な作り方で。実はこれまで伝統的には作っていた。 それが明かされている図でございますはいそうですねあの鶏の卵を使用する方法がま一、あ、つあの代表的な方法でしてこれなぜ鶏の卵を使うかというとまずウイルスをたくさん作りたいという目的を達成するためなんですねそのためにはウイルスは自分で増えることができないので細胞を必要とするわけなんですそれが受精卵になるわけですなるほどスーパーに売ってる卵にある意味同じようなものに プチュッとウイルス入れて、どん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 増やして、それをもとにワクチンを作っているっていうことなんでしょうかあいい着眼点ですね、スーパーで売っているような卵は基本的に無精卵、ひヨこがまあ生まれないような卵なので、それとは異なって、もう本当にまさにひヨこの発生が進んでいる卵を使っているのが、このやり方ですなる,ほどなるほど、ありがとうございますこれがですね最近話題になっている最先端のワクチンの作り方。 コロナの、まあ、切り札になると言われている、えー、作り方なんですが、水場さん、ご解説お願いします。さっきの卵でウイルスそのものを全体を作ってしまうという方法は、時間とコストがかかるという、えー、欠点、ある種の欠点があります。でまた、この新型コロナウイルスに関しては、本当に全く新しい方法を作らなきゃいけないので、そこにもやっぱり時間がかかるわけなんですね。<ー>なので、なるほどいかに早く臨床試験に突入するかというところで、この メッセンジャー RNA というものを使うコンセプトは、ウイルスの設計図の一部を、もう私たちの体に打ち込んでしまう、そしてその体の中の細胞で、ウイルスのタンパク質を作らせるという方法を取っているのが、このやり方ですねつまり時間かけて卵でちょこ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 増やす時間を全部スキップして、もう相手のウイルスの敵データだけを体に入れて。 それで旅行練習をしてしまうということですねそうなんですもう体の中で作ってしまえばもう自分たちでいろんなステップを検討する必要がないわけですね。まごは何だったんだなるほどこうした新しい方法も出てきているということなんですねわかりました、えー、ありがとうございますえっ、ー、とこうした、えー、さまざまなワクチンを作るアプローチの下で今、えー、こうした、えー、まあ特効薬ではないですけどある種の新しいワクチンというところへのアプローチが進んでいるということでした ではここからですね、えっと Q&A、えっと質問の時間にえっと移っていきたいと思います。えー、かなり質問が集まってきています。皆さんありがとうございます。えっと番組を通じてですね、あの趣旨質問の方は受け付けておりますので引き続きあのコメント欄からどしどしお寄せください。えっと頭にえお文字の Q でしたり、あの質問というふうにあの書いていただくとよりあの拾いやすいかと思いますのでぜひよろしくお願いします。ではまず最初の質問に入っていきたいと思うんですけれども、すみません最初だけ私から聞かせてください。えー、今回のこの新型コロナですね、まさしく。 その免疫の問題もあってかとは思うんですけども、えっと、高齢者の方が、えっと、重症化しやすかったりあるいは亡くなられる方、えー、これもえっと高齢者の方が多いというのをよくニュースで目にしていますで一方であの若い10代20代が重症化したりあるいはこう亡くなったりというようなニュースもちらほら目にするんですけどこれ若者でも重症化してしまうというのはこれなぜなぜんでしょうかはい質問ありがとうございます。 えー、さっきおっしゃられたように、えー、実際、その若者の方が確率が少ないというのは、それ、正しいいことなんですねはいはい、ただし、なるほどポイントとしては、まず人によってこう免疫に多様性がある、まあ、ある程度、得意、不得意があるというところがありまして、えー、人によっては同じ新型コロナウイルス、若い人がかかっても、非常にこう重症化してしまう。 でその一つの原因として、えー、今仮説が立っているのがサイトカインストームと呼ばれる現象です。サイトカインストーム。ちょっとまああの聞きをあの語感はすごくかっこよく聞こえるんですが、はい、非常に深刻なあの現象でしてえまず免疫というのはその敵を倒す防衛システムではあるものの、はい、私たち研究者はモロハの剣という,こう表現を使ったりするんでモロハの剣るぎ。うんうんうん。なるほどううう。 もちろん相手を倒す側面はあるものの、あまりに炎症が強くなってしまうと、自分の体をも傷つけてしまうわけなんです。免疫はいいことばっかりじゃなくて、自分の体を傷つけてしまう場合もあるっていううことなんですかそうなんんでですすかそバランスが大事で、普段はそはアクセルとブレーキ両方あって、ちょうどいいところを、えー、模索しているわけなんですがあまりに何かの高が外れて炎症が強くなってしまうと、ひたすらアクセル、まるで嵐のように。 あの炎症が起きてしまうというのが、このサイトカインストームという概念なんですねなるほど自分はサイトカインストーム起こる派、起こんない派っていうのは、あの自分で分かったりするんでしょうかこれは分からないんですよ。あの先に予想することができれば、サイトカインストームが起こりやすい体質の方を優先して、あのそ,のそれに対する治療法をできるわけなんですが、まだその事前に分かることはできないというのがあの難しいところです。 なるほどだとすると、この、えっと、若者、えー、私はまあ20代で体にも自信があるんですけども、えっと、免疫が仮に強かったとしても、このサイトカインストームによって、重症化してしまうっていう可能性は、若者でもあるっていうことなんですね、やはり体質によってこう、どんな敵が得意か不得意かっていうのが変わってきますので、重症化する、えー、リスクがあるということは、間違いないいななと思いますなるほど,なるほど分かりました。 ではですね、えー、視聴者の方から寄せられた質問にえっと早速移っていきたいと思います。えー、まずえっと池田裕太さん、えー、質問ありがとうございます。えー、BCG ワクチン、えー、こちらあのよく、えー、聞くんですけども、えっと日本が注射、えー、数が少ないえっ、ー、と要因の一つとして語られることもあるかと思うんですけども、この BCG というのは本当にこれ効果があるものなんでしょうか。 えー、ありがとうございます。えっと、BCG に関しては、まあ、ちょっとあの説明すると、BCG をきちんと打っていた人々は、新型コロナウイルスにかかっても重症化しないんじゃないかというのがこの BCG 仮説ですね。で、これ、あのうん、私、強調したいのは、あくまでまだ仮説で、実験的な証明は全くなされていません。うん、<laughs> なるほど。 つまりこの状況証拠的には、えっと、BCG BC を打っている人たち、まあ、つまり日本の中で、えっと、死者数が少ないという状況はあるんだけども、果たしてそれが効いているのかどうかというのは、科学的に実証されていないっていななとうことなんですね非常にいいコメントですね、あの状況証拠というか、非常にいい表現で、まずその、まあ、死者数が多い国、少ない国があったときに、皆さん疑問に思うのは、なんでこの違いは何なんだろうって、いろんなことを探すわけなんです。 唾を飛ばさない喋り方なんじゃないか、ハグとか握手をしない文化なんじゃないか、いろんなことを考えるんですけど、その中で一つずつ浮上した確からしいような、信じたくなるような仮説が、BCG 仮説なんですねでも、すみません、新妻さん、先ほどあの、ワクチンというのは、ある一つの病気に対して特別な準備をするっていうお話でしたよね。ははいい BCG っっててうののの、まあ、言ってみたらその血のたら核めの まあ、あのワクチンなわけですから、それがなんで別の病気のコロナに効きうるなんてことは、免疫のこの学問として起こりうることなんですか、えー、複数論文が出始めていまして、過去に。はい、基本的にはそのおっしゃった通り、新型コロナウイルスに対するワクチンだったら、新型コロナウイルスの成分を打つのが王道なんですね。なるほどねただ、BCG を打ってもしかしたら効くかもしれないという仮説が生まれるのは、BCG のワクチンを打ったことによって、 なんというかですね。あの例えば敵に情報、あの敵の情報を先に教えるというよりかは、もう筋トレさせるイメージですね。うもうトレーニングさせて、こう筋肉ついたからより効率よく戦えるようになったと。なのでああ戦術を教えたわけじゃないんですああ。相手は誰でもいいと。とりあえずウイルスと戦ってウォームアップさせてるから、はい、負けにくいんじゃないかっていう説は一応成り立ちうるんですね。ただあれですね。結核結核は細菌で、えー、コロナウイルスはウイルスなので。 そこもこう大きなこう乖離があるところなんですね。うん、なるほど。謎が謎を呼びますね。本当ですね。ねすまあ強調したいのは、今大人の方が B. C. G. ワクチンをこぞってうちに行くのは本当にナンセンスなで。あの、これはもうあくまで乳幼児のために、あの取っておくべきなので、そこはあの勘違いしないでたいただきたいなと思います。なるほど。必ずしも聞くわけではないということですね。ありがとうございます。えー、次の質問に、移りたいと思います。えっ、ー、と。 楠の木誠二さんですすかね、えー、コメント寄せられています、えー、免疫を高める、えー、という観点なんですけども、えー、先生自身が、えー、気をつけている点あるいはちょっと私から付けさせていただきますと、あのー、納豆の買い占めが起きたりとかですねあとはヨーグルトがよく売れていたりとかよくそういう免疫力を高める食事みたいなことを耳にするんですけどこれ本当なんでしょうか、えー、ありがとうございます。えっと、まず最初に、えー、言いたいたのが、えっとですね 免疫学者はえ免疫力という言葉をなるべく使わないようにしています、実は。いこれはちょっと非常に重要なんですが。